ベズジェホートとは第一次世界大戦中にロシア帝国が開発した戦車。ロシア発の戦車である。ベズジェホートの意味はどこにでも行ける全地形対応車のことである。量産までは至らなかった。1914年8月より当時23歳の航空機設計者であった A ポロホフシチコーフの手によって開発が開始された。 1915年1月までに設計は完了し、1月13日より製造段階へと移行した。ベズジェホートの車体は走行で覆われ、車体下部に一機の幅広なゴム製無限軌道を有している。無限軌道は5個の天輪で支えられているほか、車体全部の左右に無限軌道とは別に操縦輪ともなる小型の車輪を持つ。10馬力のガソリンエンジンを車体後部に搭載していた。 柔らかい地面上においては主に無限軌道を利用し、硬い地面上においては主に車輪を用いることが考えられていた。試作車両は1915年2月から製作が開始され、5月からは舗装道路上で試験が開始された。走行を考慮した重量における野外走行試験では時速40ベルスタを記録したが、車輪による操縦は困難であり、 1915年12月に開発中止が決定された。試験報告書においては、時速25ベルスタの記録、40度の傾斜等半、よび高さ3、4メートルの障害や、幅3メートルの残豪超越が可能であることなどが報告されている。当局は1915年12月に開発協力を打ち切った。その後、西部戦線で戦車が投入されたことを受け、 1916年10月に一時開発が再開されたが、それ以上の進展はなかった。なお、開発者であるポロホフシチコーフは、その後、軍事評議会から不必要な発明に公的資金を浪費した罪で1941年に死刑判決を受け、処刑された。ありがとうございます。